はい、皆さんこんばんは、ハルマリーです。今日の続きをやってきますよ。さあ、スペクターショーに行きましょう。やってこい。警戒発されて初めてこの BGM が鳴るっていう、めっちゃいいなぁ。で、そこだっけ、ここの BGM がかっこいい。
ボタンもないもんね。いやー、本当に曲がいいですね。このね、UFO は結構強いイメージ。このギリギリで打ちましょう。来い！いつか当たる！当たんないかも。ダメーか。もうちょっと寄りましょうか。来い！来い！来い！アームストロング、緊急事態発生。生きてる。あお、よいしょ。いや、マジで曲がいいですね。すごい。でしょ、ちょっとやばい。たくさん、やばい。やばい。やってますね。え？やばい。やりすぎてやばい。待ってれば来るかな。赤あがり、新品の UFO なのでちょっと急遽。ごめんね、壊しちゃったけど大丈夫。お店さんがあがるよね。はい、かー、苦手よっ。さあ、中に入っていきましょう。いるねー、やめやつがいるねー。よっ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 、一体よっ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 、寄りすぎるとダメだ。こうだ。やった。おー、かっこいい。やった。サッカー、ラインボールの魔術師。ビリヤードは？どうやっていくの？とりあえず登ってみましょうかね。よっしゃ。はい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 。はいはいはい。
で、切っとこうね。よっ。行くべきところは、あ、これを押して、
そっか、ビリビリが解除されたから OK だ。戻りましょう。いいですね。これは登っていくやつ。そしてここに T シャツがあるということはみんな死にまくると。気をつけましょう。ロボ、おお、ロボだ。うん、いっぱいいる、いっぱいいる。逃げろ。これは逃げるのが正解な気がする。これ、これ怖い、これ怖い、これ怖い。うふふふ。でも、ゲームオーバーにならない。完璧しよう。ここは歩こう。落ちてもここまで来れば3機がプラス1になるってことか。おお、かっこいい、鬼だ。うわっ、うん、なんかね、うわっ、うわっ、2機いる、2機いる。怖い。うん、どうにしようか。あ、いるね。ミーハーでよく敵あるならば、はい、徹夜しなくなったな。3時間ぐらいのね、やばい時に寝るようになりました。うぅー、これ何？合ってる？合ってる。うん。これ待って待って。背の時の音楽、めっちゃ良くない？敵ですよ。うん、あ、うん、処理を移しとった。やだ、ビスケットの残りがやばめですね。
あ、でもここで終わりか。オッケー。ねえ。さて、アユムを先に倒す。足りなかった。安心。よいしょ。花粉症のね、何にするかなって気にする。これ頭かけるの。よいしょ。ジーズがすごいんですよ。あれ、海外って花粉症あるのかな。日本だけ。よかったら教えてください。塩派もわかるし、あのケチャップ派もわかるし、あとね、あのタバスコもね、美味しいんですよね。あのアニメのフェイスダンディ、りょーっとダンディが出ました。よっ。
こんなこと。あ、ありました。よっ、ちょっと遠い。あー、そういうこと。はいはいはい、お疲れ様しました。こういうことね。よっよっよっ。あー、また細い道、これやーだー。キューンってなるよね。うん、これやだな。よっよっ。うん、こう怖くねー。あー、そういうこと。まっすぐ打ち返して、これに乗らないといけないということ。面白いな、ここ。え、これも少ない。これぐらいで、うん、おー、いけた。終わりかな。終わりっぽい。おお、びっくりした。しかも強いタイプ。これは強い。よし、いけと。端っこも取るのも怖いな。頼む。オッケー、いくぜ。おー、開いた。かっこいい。思えば遠くへ来たもの。よっしゃー。なんかいる。あれ、さっきいた。あ、初めてのところか。アルファ、ちょっとビビっている。ビビっていてくれー。ありそうだ。いやー、ママがいる。しかも2体もいる。まずい、1体も1体。よし、そして、よっ、すごーい。ギフを作ってるんですね。こっちは、イエー。んー、なんか出口っぽい雰囲気。あ、でもこっちの扉？あ、違う、開かない。
おうおう。サルバイ。あー、サッカーだ。サッカー、ここに行くのか。なんとかなるかな。あー、そういう感じ。オッケーです。いけ！いけ！戻ってきたー。イエーイ。うーん、早い。やば。おー、なんかいるー。あれ、ああ、城の中をかなり荒らし回ってくれたようだね。俺はお前と話がしたいからこの城に入れてあげたのに。どう？気に入ってくれたかな？この城は最強の要塞なんだ。世界征服だって簡単さ。ここは眺めもいいし、ほんと最高だろ。何言ってんだよ！みんな困ってるんだぞ！もうやめるんだ！お前こそ俺を妨害するのはやめて仲間になれよ。ヒロキみたいにさ。嫌だ！お前なんかに操られるもんか！それはどうかな。俺は超能力が使えるんだ。お前がいくら嫌だと言っても、俺の力をもってすればお前を自由に操ることなんか簡単なんだぜ。こんな風にな。おー、あー、苦しいか。さあ諦めて俺の仲間になれ。さもないとこの苦しみがずっと続くぞ。めちゃくちゃに俺の力にかかうわけないだろ。嫌なものは嫌だ。なんでお前俺の力が通じないんだ。力だけが、何、力だけが本当の強さじゃないんだ。って博士が言ってた。
帰ってきてる、よかった。はい、エンディングだ。これで一旦クリアになるのかな。バーチャル、かわいい。でもまだもう少し続くので、あと動画1本か2本分くらいかな。お付き合いください。ベクターはいずれまた悪さをしに戻ってくるじゃろう、うん、博士、僕スペクターを探しに行くよ。うん、しかしまだ捕まっておらん残りの猿たちを放っておくわけにはいかん、うん、君はまずもう一度タイムマシンで他の猿たちを捕まえるんじゃ。その間にわしはスペクターの居場所を突き止める。スペクターを追うのはその後じゃ。うん、というわけで次回に続きます。今日はここまでにします。それではまた次回。
お会いしましょう。おやすみなさーい。